原広山明治25年7月27日は、幕末、明治期における、仏教学者、総当州の僧。忌味名は、佐藤史仙。郷は、鶴瓶。駒沢大学、内原広史、山老氏の秘密の区国岩前軍岩木平藩の、藩士、荒井雄介の長男として生まれる。15歳で昌平座科学問所に入って、儒学、医術を学んだが、 仙岩林にて講義を行った際、武蔵大宮山東高寺第第28世代中教、との論争をきっかけに20歳の時、大中教の死の三山坂江禅について出家。三河国生願寺、宇治京聖寺で修行を重ね、風害盆行の下で悟りを開き、帰京後、すでに宣言していた坂江禅に代わって、大中教の法を継いだ。里都市 広島老子の非説明版、駒澤大学校内総当州官庁就任は、誤り1856年京都白川の新生寺、有機の長徳院の住職を歴任した後、1872年に、京部省から、共同職の大講義に任命される。1874年に出版条例違反により、免職となり、総席を失う。その後、浅草で記者として、 生計を立てる。相当収葬席を失った、機関、原博さんは、総外から高い評価を得ている。浄土新州本願寺派の大谷高村の推薦で、築地本願寺での講義を移植されたり、仏戦者を設立している。1879年に、東京帝国大学総理の加藤博之の求めに、応じて、同大学院ド哲学科当時は和漢文学家の地に、 インド及びビシ品哲学講座の最初の陰亀、物書講義講師となる。翌1880年に総統州に復帰し、最上寺住職に就任。1885年に僧侶で初めての東京学士会員の会員となる。1891年に総統州大学林総監となる。大本山英平寺と、 大本山里しもち寺との州内構想による州内行政の機能不全も一因となり、1892年5月内無償特命により、総統州事務取扱いに就任する。原は、局外中立でどちらかに特別に肩入れした介入を行った形跡は見られない。ほどなく、1892年7月に体調を崩し、同月27日宣言、逝去。 去年73、ヒロシさんは学問に厳しかったが、権威を嫌う合法来楽な自由人らしい逸話も多い。伝統的な感覚を素養として、合理的な知見による科学としての仏教、道義哲学としての仏教を追求したに当時の仏教界特に、相当宗教団とその僧侶については、かなり早い段階から批判的な立場に立っていた。 三東在の医学を学んでいたこともあり、実験と実証を重んじ、強烈な自負心にもかかわらず、合理的に誤りがあれば、あえて自説を撤回することも厭わなかった四、近代的合理性に裏付けられた哲学としての仏教を追求するが、文献の扱いが極めて厳密であり、伝統的な相当宗の修学にも明るいごと書く気候、逸話に富んだ得意な行実が目立つが、 その背景には堅固な学問素養に基づいた自由な教養人の側面もあった。ありがとうございます。